今日初めて僕ね、あの FCV って乗ってみたんですね。乗ってみたらびっくりしました。この FCV、車としての完成度高いですよね。FCV っていうメカニズムの特殊性はありますが、こうモーターの途中のグーっていうエンジンのような盛り上がりもちゃんとできてるし、やっぱり FCV でなければ出せないモーターの出力特性がうまく入ってますね。個人的にはね、クラウン未来って名前つけて、もうクラウンシリーズとして売り出してもいいんじゃないかと思うぐらい、乗り心地も振動もハンドリングのバランスも車としてのトータルの作りの良さってやっぱりできてますよね。そうやってもっともっとこう市民権を得てね、 FCV っていうのが出てくと未来の可能性が高いんだなって、そんなことを感じさせました。一方フォルクスワーゲンのアップ EV なんですが、車としてよくできてますよね。バッテリーを床下に乗っけてるからできる4つのタイヤにきちんと荷重が常に乗ってて、乗り心地もいい、ハンドリングのバランスもいい、ロードノイズやなんかの音も静かに制限されてる。だけど地面からの高さが少なすぎて、ちょっと段差やなんか乗り越えるとききついかなとか、やっぱりそういう実用性のところをもうちょっとこなされるといい車だなと思います。FCV の未来ってこういう新しい車の姿あるんだよ。から電気自動車って本当に完成するとここまでこう商品として玉成されていくんだよ。こんな未来を予感させてもらう2台に乗っけてもらった。とても僕にとっても有意義な意味ある時間でした。